エドガー・ベントンは、教会音楽で知られる、イギリスの作曲家。アンセム、そして我は、新しき天国を見たりがよく知られているが、近年になって長い間無視されてきた、他の作品が、コンサートのレパートリーとして聴かれるようになっている。ロンドンに生まれ、その後一家で、コベントリーに移住した。ピアノの演奏に才能を示し、9歳で、ピアニストとして、演奏会を催した。 1896年、奨学金を得て、王立音楽大学に入学し、ヘンリー・ウォルフォード・デイビスに音楽理論を学んだ。1899年からは、チャールズ・ビリアーズ・スタンフォードに作曲を指示した。在学中、ジョージ・ダイソン、ウィリアム・ハリス、ラトランド・ボートンと友人となった。ベントンの諸著作は1898年のピアノのためのプレジュードと、 フーガロ団長である。1901年には、ニューカッスル・アポンタイン音楽院のピアノ科教授となり、1912年には、校長となった。彼は地方にはまだ知られていなかったグスターブ・ホルスとレーフ・ボーオン・ウィリアムズ、アーノルド・バックスの音楽を紹介した。1914年夏、バイロイト音楽祭に出席するため、ドイツを訪れたが、 第一次世界大戦のためベルリン近郊の収容所に抑留された。1918年になって健康が悪化したため、ハーグに送られたが、休戦に伴い帰国することができた。帰国の前にロイヤルコンセルト警防管弦楽団を指揮した。イギリス人で同学団を指揮したのは彼が初めてであった。その後音楽院での仕事を再開し、 合唱のための作品が3つの合唱祭に取り上げられた。1930年から1931年までオーストラリアとカナダを旅行し、1931年から1932年までインドを訪れた。インドではラビンド・ラナート・タ・ゴールからインド音楽の手ほどきを受けている。1933年、ダラム大学から名誉博士号を受けた。 1933年、ニューサウスウェールズ州立音楽院は理事として彼を招聘し、翌年に彼と家族はオーストラリアでの新しい生活を始めた。彼は合唱と還元学のクラスを受け持ち、オペラスクールを設立した。彼のシドニー到着によって、オーストラリア放送協会には常設の還元学団設立の動きが起こり、 ニューサウスウェールズ州公共楽団が1934年に発足し第1回演奏会の指揮をした。オーストラリアで知られていなかった音楽が彼によって紹介された。エドワード・エルガーの公共曲第2番やオラトリオ、ゲロンティウスの夢、アーノルド・バックスの公共曲第3番、クロード・ドビュッシーやジャン・シベディウスやフレデリック・ディー・リアスやウィリアム・ウォルトンの作品などである。 音楽院では、ミリアム・ハイド、パーシー・グレインジャー、アルフレッド・ヒルなどのオーストラリアの作曲家を教えた、ニューサウス・ウェールズ州ポイント・パイパーの海岸で死去。ありがとうございます。